はい、お昼でございます。豆ね、煮ました。魚も焼いてもらいました。で、今日はあんまりいろんなものないんですけど、麩を戻してありますんで、麩と麩の煮しめをね、作っちゃおうかなと思ってます。そうだよね、麩の煮しめでいくか。で、なんかこういうのがあるんだよね。リンゴはダメだね。タケノコね、それはこれさつま揚げ系ですな。で、あとは鮭は焼いてあるし、キムチがあるからキムチで焼き、豚もキムチで焼こうかね。ほい。で、一緒にで最後のものとして、あとはこんにゃくですね。こんにゃくで、野菜を探して、あ、その前鶏だな。鶏肉はどれを使うかというと、サバもね、焼きます。サバ焼いて、鶏はこの間のやつの余りですね。これ食べましょう。お、ピーピーっております。で、これ大根がありますからね。大根、人参、もう人参がこれラストだね。ラスト人参で、椎茸使っちゃって、インゲン入れちゃって、あ、なんか今晩コロッケしようかな。なんかそういう気がしてきたぞ。あのメイクインのね、じゃがいもがあるんでコロッケしますかね。豆は大豆が煮てあるから入れちゃおうか。よいしょ。ちょっと腹が減ってるんでね、頑張って作るぞ。だいたいあれだよね、そう、どっか外行って飯食って帰ってきてってやったら、まあ行って注文して出てきて食って、お勘定払って、これが一番嫌だよね。お勘定払うのが一番嫌だけど、嫌だけどちょっとダメだよね。ああ、いくらでも払ってもいいっていうぐらいのお金持ちになりたいわね。はい、なので、このぐらいね。このぐらいちょっとあって、また次使いますね。もう今ぐらいの大根は本当に組織が硬いから、小さく切っちゃいますよね。ちゃんが下から覗いております。取れてるかな。なんだ、眉飛びかかってきました。困ったね。落ちた。黒マグはね、これは柴田の名産なんだってさ。ね、よく水を取ってあげて、6等分ぐらいするね。うまいよね。椎茸は全部するか。まあそんなに椎茸高くないからね。まあ高くないっていうか、まあ年中大して変わりないよね。なぜだろう。形がね、残ってるっていうんで。だいたいこれ5、6杯、7杯ぐらいでしょ。だいたいね、これもちょっと小さくていいか。たまにあれだよね、このラップも一緒に煮たりするよね。まあいいじゃないの。
煮しめをさ、食べてみたらラップが入ってた。今ラップです。ああ、ちょっと疲れてるからバカ入ってるよね。いいんだね。まあいいんだよ。なんちゃってね。人間はちょっと後でね、入れるとね、なぜかね、いつもこんな感じだね。じゃあ、こう、あと軽くね、洗ってせっかくなんで大豆ね、これを考えちゃいましょう。全部が書いてうまかったね。めんどくせえからいいか、やっぱり入れよう。これだし昆布ですね、巻き昆布ですね。これいつも使います。このぐらいを入れちゃいましょうかね。いつもね、こうやって水で戻してあげて、やたくしてちょっと煮た方が戻りはいいんですけどね、めんどくさいから。まあ入ってりゃいいやっていう感じなんで今は面倒なんで結ばないということにしましょう。はい、じゃあこれこのまんま見始めますか。おおよそ20分ですね、これこのまんまね。はい、いかん、こんにゃく入れるの忘れた。うわ、いかん、いろんなもん入れるの忘れた。はい、いろんなもん入れるの忘れてましたんで入れましょうね。はい、これね、これさつま揚げです。生食用さつま揚げね、これ美味しいんですよ。これも地元の豆腐屋さん、豆腐屋さんじゃない、もうさつま揚げ屋さんで作ってるやつはね、美味しいです。はい、これね、この間買ってきたやつですな。うん、いろいろ OK。 使っちゃいましょう。ね、これね、あとこんにゃくだ。で、こんにゃくですな。このぐらいかな。こんにゃくは、水で洗った後で水に浸してタッパーに入れておくと乾燥しないからいいんですよね。大きめで入れて食べるのもあるんだけど、大きめだとね、ちょっと味わいがで、しめさばはさっと洗って焼き始めましょうか。これね、4匹で270円ってすごく安いんだけど、やっぱり加工するところであれだよね、大きさ、型が小さいから安いんだよね。今、大体1匹で100円っていうのが、大型の定価なんでね。ちょっとこれ、朝、鮭焼いた後ですけど、大丈夫ですね。5、6分で返しますんで、5、6分分だけ回しましょう。で、これだ。で、残りは鶏肉をね、入れましょうね。鶏肉は沸騰したところに入れるのが僕のやり方なので、
これはあの夜でも火事にしたぐらいですけどね。鶏の皮はまた別に使います。こんなもあればいいでしょうね。これは夜また別に使うという。今日はあのさつま揚げが入ってるんで、大豆とさつま揚げで旨味が出てくるんでね、鶏はこういうあっさりしたささみ感じ、ささみみたいなところを使っちゃっていいでしょうね。この辺はもう閉まった OK ですね。閉まった OK。でちょっとこのヒレ肉、ヒレの薄切り肉なんでね、これをまずね美味しく仕上げてあげよう。梅岡さんと2人なんで4枚あればいけるのかな。一緒に持ったらね。でこういうお肉はキムチで焼くのがね美味しいので、うん、焼き肉だね。キムチ味の豚キムチだよね。昔はね豚キムチって言ったらもう豚をキムチに漬け込んでおいたけど、最近はもうやり方が変わりましたね。こっちの豚キムチを、豚肉をね、肉にしようかな今日はな。いろんなやり方はあると思うんだけれども、小麦粉じゃないこともある、片栗のこともありますね。このぐらいの粉でいいと思うんですけどね。おバチとか言ったね。塩振ったっけ。振ってないね。油多めでバチってやるのがねコツなんだよね。お酒とかね、どんなことしますかね。よいしょ、煮干し目焼けた頃、煮干しった頃にっていうか、もうこれでいろんなものは終わりなんで、準備がそろそろできてまいりました。ね、こちらも入れてきました。いろんな味がね、こう出てきます。やっぱり出汁が入ってないと美味しくないんで、顆粒出汁をね、入れちゃいますよね。毎日食べるからね。ちゃんとうまくできないとダメなんで。今日のこれは大根がマーカーですね。豆はもう十分柔らかく煮てあるんで、
で、これは麩だから、小麦粉のグルテンなんで。グルテンダメでしょう。一人はダメですね。一人は食わないで。俺はそんな手っちゃがないから。伝統的な食事ってのは、悪いと思わない。文句あるな、責任者呼んでこい。大変だな。俺の責任者ってのは誰かね。神様かね。英語学の責任者って誰だ。ね、これね、下の方がちょっと強いんで、3分ぐらいでいいかな。3分中火でいこうか。3分中火、そしたら次弱火ね。で、こっちはガラ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 いきます。で、ガラガラのところにちょっとね、鶏肉を入れてあげましょう。アクが出にくいからね、こうしてて。で、だいたい新しい味が入って、ちょっと時間、ちょっとぐるぐるっと回った頃、味を見てあげるね。鶏が入った後で、あとは大根が煮えるまで煮なきゃいけないから、その時間の間は、醤油の量を半分入れていきましょう。おー、ゴール近し。まだね、味がこう、バラバラな感じがするの。鬼しめってのはさ、ほら、みんなが、俺も俺もって感じでこう、私を忘れてもらっちゃ困るよみたいなね。オールスターキャストの漫才映画みたいだよね。みんなこう、ちょっといいところを見せるっていう感じ。なんだろうね、これね。で、汁が少なくなっていくと、もう、煮えてくるからね。おお、どんどんうまくなってきたよ。はい、タオルを持って。いい感じやね。で、こっち側は、こうバチバチいってるね、下の方ね。もう2分だな。このぐらいの時はね、しょっちゅう返してやった方がいいよ。タイは貧乏人に焼かせろっていうね、古事記に焼かせろってんだっけ。サンマは殿様に焼かせろってね。そもそも焼かねえ、やっぱ目黒に限るなっていう感じがね。殿様はこう王兵だから、あんまりこう気にしないからひっくり返さないってね。サンマはひっくり返さない方がいいね。タイはね、意外としょっちゅうひっくり返さなきゃいけない、そういうことだそうですよね。落語で聞きました。結構落語ってあれだよね、料理の勉強にいいよね。いいかな。ここらでまんじゅうが一番怖い。あ、違う、紅茶が怖い。なんでおめえ本当に怖いもん、なんでそんなこと聞かないよね、普通ね。ここらで紅茶がいっぱい怖い。もうちょっとだね。こっち側はね、もう良かったりするの。あ、まだですね。3分ね。はい。様子をいっぱい見てないとダメだからね。ね、ニンニクにくる、ニンニクにくる、ポポー、ちょっと入るんです。急がないとダメなんで、ニンニクにくる、ニンニクにくる、ポポー。
ね、こうだよ、ここ。まだかまぼこを、久しぶりに板のついたかまぼこ買いましたよね。はい、ニンニクニンニク、ニンニクニンニク、ここ。止めてたね。なぜニンニクを入れるのかというと、うまいからだよ。これは栄養がどうですこうですなんていうのは、もう具の骨頂だよね。うまいから入れる。栄養価が何が必要かなんて一人一人みんな違うんだから、一般的にこれはどう何が多いって言われたって、これを選んだのは僕でしょ。つまり僕が欲しがってるんで、僕の体の47兆個の47兆個かね、70兆個かね、37兆個か、兆個兆個って言えば中華料理屋さんだよね。こうやってあのホクホクってなるんですね、やってホクホク。それでさっき米につけたやつを、粉つけてるからね、照り入れてるんです。ニンニクカリカリ、うまそうやね。ニンニクカリカリ、ニンニクカリカリ、ポポー。で、ここにキムチがあるんですね。で、こっち側でね、キムチソースを作るんだけど、まだキムチに熱が入っていかなきゃいけないから、お、魚がもういいやね。さしてあげる。で、ニンニクは、あ、違う、ニンニクじゃない、これ、なんだっけ、キムチだね、こうね。で、ピピいってますから、うん、もういいね。うまそうじゃの。シメサバはね、結構、好きだね。こんな感じですね。はい。で、このキムチ炒めはね、難しいんだよな、味の付け方がね。そんなに最近はもう、このオイスターソースをね、入れる。ソース入れたいんですよね。今日はテイクルに。そう、ね、肉を全部全部粉がついてるからね、粉に味が入っていってくれるんで、すごいつるつるしますよ、この時はね。お酒の大学は煮ないね、煮ちゃうとダメね、入った瞬間にほぐれないんですよ。これ煮ちゃうと旨味が飛ぶから、
旨味をこう打ち出させてくれるようにね、皆さんもね。はい、香り。おお、キムチのうまそうな味。滑るのね。なかなかいいだろ、豚キムチ。はい、今日の昼ご飯は豚キムチに、はい、ね、それでお兄さんがここで出来上がるとこだね。大根がマーカーなんでね、大根がもうこの辺の味を。もうちょっと火を止めておいた方が美味しそうなんで、火を止めて置かせてもらいましょうかね。はい、火を止めました。これからね、味が入っていきますからね。わがたがまゆ食べたそうだね、まゆちゃん。はい、今日のお昼ご飯はおにしめに豚キムチに塩サバ、塩そば。月曜日だよ、今週出張だよ、まだ修行できてないよ。でも今日はコロナ病のスタディが1本上がりましたんで、アップします。じゃあね、バイバイ。